どうもこんにちは、ミカスです。今日はですね、このゼロ戦パワーチャンバージムニーにこれをくっつけていこうと思います。まあね、昔ドリフトやってた時にもちろんいじってたわけで、まあ、こういうの使ってたんですけど、このゼロ戦パワーチャンバーって初めて買ってみました。なんか懐かしいな。もうね、あのパワーがどうのっていうより音ですね。音、おっと、箱の割に中身はうわちっちゃいなこれすげえ可愛いのが入ってる。さすが K ですね。こんなちっちゃいんだ。はあ、あのまあご存知ない方のために、まあエアクリーナーです。エアクリーナー、純正のエアクリーナーから、まああのキノコ型のやつに変えるっていうものですね。こっちかな。はい、こんにちは。フィルターがまあこんなやつですね。では早速くっつけていきましょう。あとね、つなぐゴム入ってます。じゃあ純正のエアクリをまずは外していきましょう。まずはここかな。すげえやばかったほぼほぼ閉まってないっていうね。さて、新しいやつを。ここにこのゴムを、上下はないのか、ねじ込む。で、ここにこれ、これで、こう来てこれで支えるんだ。へえ大丈夫これ。で、これをまずはくっつけといてと。おおおおお、入った。で、ここをつけるので、これがここで押さえるのか。こんな感じ。うん、じゃあこっちは後にして、とりあえずこんなもんかな。向き的に意外とあのヘッドライトの後ろなんで、バルブ交換するときいちいちこっからエアクリ外す必要がありそうですね。ちょっとこれ当たってない？当たってるよこれ何これ当たるじゃん。はい、取説を見たら当たってんじゃねこれそんな感じです。だから、まあ、なるべくこうなのかな。まあちょっと締めてみましょうか。まあ、とりあえずこっちを締めて、あとはもうここのしなりを利用して。でもな、ギリギリだな。ホースバンドごとこれ巻くのか。このホースバンドは一回外されてたんだ。はい、ということで、ちょっとねカメラの角度的に当たってるように見えるんですけど、かわしました。ていうかこれ逃がしましたこれはねもう当たるみたい、回さないと。ということで、はい、こんな感じに装着完了でございます。まあやっぱりね、こういうのはつけると見た目がちょっとかっこよくなりますよね。では試乗行ってみましょう。ということで、音入ってからマイクに音入ってんのかな、これなんかね、なんか昔懐かしい音がしますね、やっぱり。ただね、やっぱり K だからなのか、吸い込む空気の量が少ないというか、まあ、K が細いからなのか、高い音しますね、うん、吸い込む音がちょっと甲高い気がする。そして
まあ、ちょっとこの車ブースト系つけてないんですけど、まあ、ブーストをかけるで離す。まあこういうことですよね。ターボ車に乗ってるっていう感じがすごく出たんじゃないでしょうか。でね、なんていうんですか、その機能面というか効果というか、音以外にその実際にその出力というかっていう部分の話なんですけど、正直ね効果一切ないだろうなと思ってたんですよ。まあ軽だし、ブーストもね上げてるわけじゃないし、そんなに変わんないんじゃないのと思ってたんですけど、あの力がもともとないからなのか、意外とね薄かったトルクがちょっと厚みが出たような気がします。うん、あのアクセル踏み直した時とかブーストがスンってこうかかってくれるような、なんかそんな感じですね。まあでも音がね結構するんで、プラシーボなのかな、どうなのかな、あ明らかに違うわっていうものではないですね。やっぱりから加速するときちょっとダメだな、ミッション固定しないとダメだ。まあ、例えば今2速なんですけど、効果が出たような気がします。ということでジムニーにゼロ戦パワーチャンバーをつけてみたっていう動画でした。以上です。じゃあいね。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらねこちらも登録お願いします。じゃあいね。